なあ霊夢、また興味深い報告を見つけたぞ。こいつを見てほしい。これはロシア軍の兵器の損失数をチェックしているオリックスというアカウントだ。このアカウントが年明けに発表した報告によれば、ロシア軍は今回の戦争で12月時点で、1600両の戦闘車両を失ったことが確認されているそうだ。オリックスはオープンソースインテリジェンス、いわゆるオシントグループですね。公開されている情報源から様々な分析を行う情報機関みたいな感じでしたっけ。画像とかで視覚的に確認されている情報のみ取り上げているのよね。確かにしても失った数だけで1600両ってまたすごい数ですね。日本の戦車保有数が540両だったじゃない。さすがかつて世界最強の陸軍を持つと言われていたロシアだけあるわ。うむ、そんなオリックスが公開した情報の中でも特に興味深かったのが、ロシア戦車 T-80 の損耗率だ。なんと年明けすぐの時点で、T-80BV や T-80U などの最新式ではない T-80 が、なんと損耗率 83% に達しているというんだ。T-80 って T-90 よりは古いけど高価で高性能な戦車だったっけ。それが8割以上やられてるってやばない？しかもこれ視認情報で確認されている数だけなので、おそらく視認されていないものも含めれば実際の損害はこれ以上に出ているであろうことは確実だ。こう考えると古いタイプの T-80 はもうロシアにはほとんど残っていないのかもしれないぜ。ということで今回はロシア最強戦車の末路視覚情報だけで損耗率が 80% を超えたことが確定してしまうと題し、現時点でのロシア戦車の損耗率やその数などについて見ていこう。今後もこのチャンネルでは軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かったためになったとか思ったらチャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあればコメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様ゆっくりしていってね。では早速、ロシア戦車の損害を見ていこう。今回この報告を行ったのはオリックスという民間の戦争研究グループ、および同グループが運営する防衛分析サイトだ。同グループは北朝鮮、中東、アフリカの軍事情勢や兵器を考察するために設立されたオランダ発のグループだが、日本語のツイッターアカウントも存在しているぜ。同グループはロシア・ウクライナ戦争の開戦以来、写真や動画などの証拠が入手可能な破壊された戦闘車両の数をずっと計測している。視覚的な証拠が手に入ってないような撃破もあるでしょうから、ここで報告されているよりも確実に、戦場で実際に撃破されている車両は多そうね。ああ、オリックスが発信している情報は具体的な証拠に基づく報告なので、そういう意味では最も核軍の損害状況を信頼できるメディアと言ってもいいかもしれない。さて、このアカウントの報告をもとに、ロシア軍の戦車の損耗率をまとめた表がツイッター上に投稿された。とある政治学生が投稿したこの表は、オリックスが報告した各戦車の種類ごとの損耗率を示している。左側の列が2022年時点でロシア軍内で稼働状態にあった戦車の数、そして真ん中がオリックスの報告した損失数で、右側が損耗率ということだ。例えば一番上の T72B、T72B3、T72B3M の撃破数はそれぞれ312両、252両、191両となっている。で、これに加えて破壊は確認できたけどもどのタイプの T72 か不明なものが99両存在するとのこと。全部合わせると稼働状態にあった T72 が2420両、損失数が854両で、損耗率が 35% ということだ。T72 の損失数だけで日本の戦車保有数を超えてくるのね。陸軍ガチ勢すごすぎますわ。この T72 に対して、真ん中あたりの T80 の状況を見てみよう。T80BV、あるいは T80U の数は360両中295両の撃破が確認されている。損耗率は驚きの 82% ということだ。はい。T80 の方が損耗率が高いってのは不思議ね。T72 より高性能なはずだから、本来であれば少なくなりそうなもんだけど。その下に記載されている T80BVM だが、こちらは損耗率 28% と低めでかなり開きがあるな。さらにその下を見てみよう。T90A と T90M は、いずれも損耗率 10% 前後ということがわかる。こうして見ると T90K と T80K とは損耗率に相当な開きがあることがわかるな。ロシア戦車では T72 が実戦に投入されている数も多いので、損害数に関しては最も報告されているが、割合で言うとそれ以上に深刻なのが T80 だということがよくわかるな。その一方で T90 はあまり破壊されていない、ということも見て取れる。ロシア戦車全体を見ると、もともと稼働状態にあった戦車のうち、42% をウクライナ戦線で撃破されているようだ。し
深く確認されていないものを考えると、5、6割近くの戦車がロシア国内から失われていることが想像できるぜ。視覚的に確認できるだけで、3417両のうち1429両を失ってるんか。確認されていない撃破も含めるともっとその数は多くなるでしょうし、戦争が始まってからたった1年足らずで、半分近くの戦車を失ってるってとんでもない損失ね。部隊で言えば3割程度損耗した時点で全滅扱いになるというのに、以前、ロシア軍は長らく保管状態にあった T62 まで実戦投入してることが話題になっていたけど、これほどの損失が出ていると、そうせざる得ない理由もよくわかりますねー。ではなぜ、こんなにも T80 の撃破率が飛び抜けて高いのだろうか。まずは T80 の中でも損耗率が比較的に低い T80BVM だが、これは2017年に発表された T80 系の中では最新シリーズのものだ。T14 アルマータなどの開発で得られた技術的知見を、さらに T80 に組み入れて改修された機体となっている。話だけ聞けば、ロシア戦車の中でもかなり技術的に進んでいる機体だということがわかる。かなり新しい戦車だ。T14 は開発や生産体制の遅れがあって、まだ実戦では運用されていない最新のロシア戦車よね。T14 自体は生産が滞っていても、そこで培われた技術は既存の機体の改修に活かされてるのね。一応、12月末くらいに T14 が前線に投入されたなんて情報も出てきてるけどな。え？そうなの？これはロシア人ジャーナリスト、ウラジーミル・ソロビヨフ氏が伝えた内容で、1月半ばくらいにはドンバス地域に投入されるのでは？って情報が出ているぜ。マジかよ。T14 はロシア軍にとっての英知の結晶みたいな感じじゃないの？また露飼されたりしたらロシア軍どうするつもりなのかしら。まあもう最新戦車の1両や2両露飼されたところで。って感じな気もするけどな。また、同じく損耗率が低い T90M プラルエブも、T14 の技術を組み入れる形で開発された最新バージョンの機体だ。ロシア・ウクライナ戦争が始まる前までは、20両しかないと言われていた貴重な機体でもあったぜ。もう一つの T90A に関しては最新版ではないが、納入が決定したのは2004年であり、量産されている中でも最新モデルと言える。2011年までに約380両がロシア軍に納入されている主力戦車だ。これらの情報からわかることは、相変わらずロシア軍は最新モデルについて、あまり積極的に戦線に投入していない可能性が高いということだな。これら最新のモデルを除外すれば、T80U などはまず間違いなくロシア軍の主力戦車だ。ベストセラー戦車で大量に生産された T72 には、いくら改良を施したバージョンアップ型があるとはいえども、もともと高性能かつ高価に開発された T80 には及ばない。そんな T80BV や T80U であるにもかかわらず、なぜここまで撃破率が高いのだろうか。次はこの点をもう少し掘り下げてみよう。演述した通り、T80 とは高性能かつ高価な機体だ。それもあってロシア軍内で T80 系の強力な戦車が与えられてる部隊は実は多くはない。特に T80U が配備されていた部隊として知られているのは、第1親衛戦車群、あるいは第4親衛戦車師団、通称カンテミロフカ戦車師団などが知られている。どちらもロシア軍の精鋭戦車群じゃない。以前の動画では、第1親衛戦車群がほぼ壊滅状態で契約勤務型の徴兵を始めたとかなんとか言ってたけど、その通りだぜ。前に動画でも解説した第1親衛戦車群にしろ第1親衛戦車師団にしろ。これらの部隊はロシア軍の中でも歴史が深く、最も有力な戦車軍団として知られている部隊だ。これら精鋭部隊が今回の戦争でどこに配置されていたかというと、開戦初期は首都キーウへの攻撃だ。そしてキーウの攻略に失敗し、撤退した後はウクライナ第二の都市と言われるハルキウ方面だぜ。さすがロシア軍でも有数のエリート部隊。ウクライナ戦線でも主要な作戦に回されていたことがわかるわね。うむ。もちろん兵器の面でも、彼らは精鋭部隊と銘打つだけあって、ロシア軍の中で最新の種類を除く、最も強力な戦車を優先的に与えられていたのだろう。しかし現在までウクライナ戦争が続いていることからもわかるように、彼らは負けてしまった。キーウ侵攻で撤退に追い込まれ、ウクライナ軍のハルキウ大進撃では、ロシア軍は包囲されほとんど壊滅するほどの事態に至った。しかもこのハルキウ大進撃の際には、各地のロシア軍が弾薬や数多くの装甲車両を残したまま改装するというありさまだったぜ。北東部の撤退の際には T90M がほぼ無傷で露飼されるなんてこともあって、動画にもしたわね。あとは T90A も今回の戦争ではいくらか露飼されてるとか、12月4日にもまた T90M が露飼されたなんて情報が出ていたな。露飼された T90M の映像は SNS でも公開されており、それを見る限り、こちらも目立った損傷はないようだ。
開戦前は20両しかないと言われていた T90M だが、少なくとも7両をウクライナ戦争で失っており、そのうち2両は露覚されている。今回の戦争ではこうした戦車を露覚するなんて報道がよく聞こえてくるものの、本来は T80U などの主力戦車をそのままウクライナ軍に取られるわけにはいかないはずだ。当然、敵であるウクライナ軍に取られて使われたりしてしまっては利敵行為でしかないですものね。それを避けるためロシア軍が撤退の際に、放棄する戦車たちを破壊しておく必要があったというパターンもある。つまり、第一親衛戦車軍、あるいは第四親衛戦車師団ら精鋭部隊の敗北とともに、これら T80U も失われてしまったということだろう。北東部の大攻勢で盛り上がっていた9月時点で、第4親衛戦車師団に配備されていた100両近くの T80U のうち、すでに半数以上が撃破もしくは露覚されていたという報告が上がっている。T80 の撃破率が高い理由はまさにこれだな。ロシア軍の被害はその他の部隊よりも、彼らが精鋭部隊として運用していた陸上部隊にこそ大きかった。T80 の撃破率が多いというのは、そうした高性能な兵器が優先的に回される部隊、つまりロシア軍の精鋭部隊と呼ばれていたような戦車部隊を撃破したということを証明しているわけだ。すなわちこの撃破数は、シンプルに高性能な戦車を扱う精鋭部隊を蹴散らしたウクライナ軍が強すぎたんやな。現在のロシアでは、彼ら精鋭部隊を含む多大な人的損失を補う形で、今度は第二次動員令も発表するとの報道が様々なところから上がってきている。そういえば、11月の終わり頃にロシアは第二次動員令を通じて最大70万人を招集する計画を立てている、なんて報道があったわね。正直、9月に始まった30万人の動員で集まった兵士は、訓練もろくにされてなくて戦いに投入されても戦況が好転しなかったどころか、10月以降リマン奪還やドニプロ川西岸からの撤退とかあったりしてさらに劣勢が色濃くなったことを考えると、今回の動員もロシア国民の反プーチン感情が高まるだけに終わりそうな印象ですわ。特に精鋭部隊の人員なんてそうそう替えが利くものじゃないだろうしね。そうだな。いくら今から集めようとしても、かつて自分たちが主力として考えていた優秀な兵士や戦車のほとんどを失っているはずだが、数を増やせば勝てると思っている、ということだろうか。どのように考えても、これからロシアが侵攻を始める以前より強くなりそうな気がしない。ロシアもさっさとそれを認めて一刻も早くウクライナから手を引いてほしいところだな。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。